桜塾に入会金無料で1ヶ月通える夏だけ武田今年もスタートしました。なんと今年は新コースと全国どこからでもお茶の水本校の講師に質問できる新サービスが登場します。詳細は概要欄から。 皆さんこんにちは竹田実況部長の中森ですこの動画をご覧の皆様んはグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたしますはい今回はですね竹田実況2021年ルートの生物こちらの動画となりますこちらは以前に行った生放送の再編集版となりますどうぞご覧くださいはいこちらがあのまあセミナーとか、えー、やる場合に近い形ですね。 えー、必修整理ノートと生物合格あ問題集合格177個っていう多部、まあ、先生のやつですねをやっていくパターンですで必修整理ノートの代わりにリードライトノートでも構いませんリードライトノートをやった場合の方が問題がっつり解いていく感じですね、はい、で攻撃系は山川先生の生物基礎が面白い分かる本ですが、まあ、これ多部先生合格生物出てるんで全然こっちでも構いません、はい、やりやすい方で大丈夫です で、まあ、問題集、総計レベルは大森先生の最強攻撃と最強問題集ですが、別に最強問題集だけでもいいです。まあ、最強攻撃とせっかくセットになってるんだから使ってもいいですけど、あの別にね、もう攻撃すでにね、あの日大レベルでやってるから、別にあえて追加しなくてもいいっていうのは、えー、追加しなくてもいいんですけど、せっかくセットになってるから使いたいなんて人は全然使ってくださいっていう感じですね。はいはい、一方、国公率ですね。はい、まあ、これも一緒ですけどね、大体。はい まあ大盛りは一緒ですすけどねはいこんな感じで,すでちなみに生物の10問やるときはどのタイミングがいいのって話なんですけどまあ大森は最強問題集の前後かなっていう感じですかねはい、まあ、もしやる場合だったらねはいで最強講義最初に使っても問題ないですかまあ別にいけるならいいと思いますけどあれ結構やっぱり最初から結構詳しいんでまあそれでやれるのであればって感じですかね はいじゃあ続いて生物の、えー、成功ルートですねはいまあこんな感じでこんな感じですねはいこんな感じで基礎問と標本をやるっていう感じですねさっきのあの多部先生のやつ合格とあのまあ大森先生のやつが、まあ、基礎問と標本に変わるみたいな。 こっちの方が量は少なめなんで、まあ、2科目目の理科の場合とかにおすすめな感じですかね時間ない人とかはいで国公立の場合はこれもほぼ同じですがこんな感じですねはいじゃあ続いて理科の分野別見せていきたいと思いますまあ生物はね入門問題成功とかを入る前に一旦基礎問入る前にやるとかね、まあ、全然やっていいですし あとね、あのー、理系標準問題集とかキャンパスとかも、えー、追加で必要であればやってください。はい、あとね遺伝とか記述問題とか大森先生の、ね、分野別があるんでこれもね必要な人は追加でやりましょうという感じですね。はい、はい、いかがだったでしょうか まあ、生物もですね。はいまあ、理科の中でも。まあ、結構2科目目に選んでいる人多いかなと思いますけど、まあその分ですね。時間の負担かけずにいかにやるかみたいなことをね、えー、参考になるかなと思いますので、ぜひねこれを参考に勉強を進めてみてください。今回は以上です。武田塾公式 line の登録者を募集しています。登録者限定の動画やコンテンツも配布します。詳細は概要欄から。